目の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライトというわけでトラッパーちゃんできました。モバイルの方です。いやー、モバイル始めての皆さんのためにまあいろいろと動画を上げてるんですけども、一番基本のトラッパー、こちらのね、極彩色のあのこの砥石みたいなやつなんですけども、石ですけども、あのめちゃくちゃ便利です。はい、基本トラッパーって途中でアップデートでこのウルトラレアアドオンがすごい使い勝手が良くなったんですよ。でもう一つの方のアドオンはですね、あのコイルの方なんですけども、それは罠を解除すると1段階負傷するといったものになってます。はい、で今回使用する極彩色の石なんですけども、これはですね30秒に1回閉じてた罠が開くっていったものなんですね。そして、もう一個アドオンが、もう一個余計に罠を持っていく。これ PC 版だともうすでにですね、初回から、2つ罠持ってたりとか、さらなる強化がされてるんですけども、モバイルの方ってちょっと遅れてるものになるんで、現行のね、仕様の、もしくはわざとそうしてるのか分かりませんが、はい、あ、最初から2個持ってるぞ。お、あ、そうだ、違う、これ私のアドオン効果だ。そう、これアドンがないと最初2個持ってないんですよね。よいしょ、ここに置いとこうか。ここを罠の要塞にしてやろうか。で、あ、よいしょ、あげちゃうよ。で、パークはですね、不安の元凶。これがね、私、ドクターに移植させたくて、今育ててる。よん、なんか詰まってたな。大丈夫か、いやいやこれね、あの右の新しいパーク、比較的新しいパークなんですけども、このパーク誰かを負傷状態にすると心音が消えて忘却状態になるっていうパークなんですよ。あれな、パーク名なんだったっけな。ちょっとあの後でここ字幕置いときますね。開いてるね。なのでね、こう殴られた後、あれ心音消えた、ええどっか行ってくれたかなみたいな感じで動くことがたまにサバイバーあるんでね、意外と面白いんでね、おすすめです。あ、上やってるね。ここを要塞化してしまうか。ああ間違っていないと、要塞化してしまうか。よいしょ動きづらい。あ、こんなとこにも上でいじってるようですね。ここいけないようにしてやろうか。怖いこと。あ、ちょっと待って、待って。ここにボタン入っちゃダメだな。トラップの。のんきに上で。何やってんの？そこをそのまま行くと罠かかっちゃうよ。おい。ちなみにイラプションも持ってきてます。発電機蹴った後に誰かダウンさせると、あ、これ地下持っていける、その発電機が爆発していじってた人が行動不能状態になるといったものです。地下トラッパーやべえぞーこれ。よいしょ。ちょっとあれだな、トラッパーやるとき罠拾う仕掛けるボタン、ここじゃないとこにしよう。なんか視点移動の時にあそこに触れちゃってね、なんか回収しちゃうんだよね。鉄板、ここ鉄板とこ置いときます。めちゃくちゃね、あ、自殺してくれてる、ありがとう。これはね、サバイバー側からするともうたまったもんじゃないんですけども、これ繰り返しめちゃくちゃ言います。もう繰り返し言います。絶対に4波かけないでください。肉フックかかってる時に、これ味方のために全然なりませんから。前もね、これ説明したと思うんですけど、自殺するサバイバーが多くてですね、まあ、4パーにかけてみようかっていう気になるのはわかるんだけど、もうそれほぼほぼ不可能なんで、まあ、自殺と言っても過言じゃありません。はい。なので、必ずね、肉フックこれ釣られた後は、もがかない。まあ、ある一例の場合はありますよ。ちょっとまあ前も説明したのでちょっと省きますが、例外的に、4杯にかけなくちゃいけない時はある。
届かなかった。地下の、人知りましたね。おお、いい切り返しじゃない。これはもうもがいたからですね。おっ、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、急い、一緒に落ちよう。待てよ、これ下の取っ、よいしょ、取るんじゃなくこうしてと。お、救われたね。やるじゃねえか。こっち側に逃げてこた来てないか。 OK、行きましょう。で、今回のトラッパーのスキンは、ゴールドスキンになっています。プラチナ本当欲しかったんだけどね。やべえな、これ地下のあの罠かかるかな。私開いてるもんな。ちょっと待って、あー、ちょっとしまった。ちょっと待って待って、どっちにしよう。これちょっと今もがき結構きつかったぞ。ちょちょ待ってくれ。必ず私トラッパーやるとき、お、スマチャク、お、やるね、お、やるね、いー、よいしょ、うぅー、うぅー、うぅー、なんちゅう私下手なことやってるんだ。何の話だったっけな。そう、4パーには必ずかけないと、いうことなんですね。これも回収しましょうか。ところどころもう開いちゃってるね。適当に、なんていうか、落ちてた、元から落ちてたやつね。罠をなんか解除した音が聞こえましたが、右がちょっと動いてるのか。ここ、飛び降りたときに、ここにかかるようにしましょうか。この辺かな。どうだろう。上から後で確認してみよう。気づか、気づいてる、気づいてる。あっ、うん、いいじゃねえか。余裕の罠だったと思うんですが、いや、余裕の板だったと思うんですが、これがトラッパー、の極彩色意志の怖さですよ。うん。さっきのとこ、私、仕掛けてはなかったけど、天然の落ちてた野良罠が、あれ、あれ、あれ、あら、あのじゃん、お、野良罠が勝手に開いてて、たまたま踏むっていう。恐ろしいですね。怖いな、怖いな、なんて思ってるとね、あるんだ。なので、トラッパー相手にするときに、この辺に落ちるかな。このアドオンをつけてるトラッパーがいる可能性あるんで、仕掛けてある罠が、自動的に開いたのか開いてないかっていうのはきちんと確認した方がいいですね。イラプションを仕掛けていきましょう。これめちゃくちゃ重要です。トラッパー相手にするときもね、気をつけてください。そうね、ここの罠もう一回回収して、この家を要塞化してみてもいいな。ちょっと下のこの二重になってるやつを取って、まああんまりここでチェイスしなさそうだけど、もう板も割れてるしね。残り2人なんだかんだな。いや、ゴールドスキンなんですけど、ほんとプロレスラーみたいなね、ゴールドスキンなんですよこれ。ちょ、ガチャで手に入れたんですけどね。これいないなぁ。でもあれですからね、こっち側に偏りそうになってるんで、ガンガン偏らせていきましょうか。これ罠仕掛けて、なんかモバイル方になるとあんまり、なんかもう、ちょっと待ってよ、あんまりなんか関係ない感じするよね。もうここら辺にするかな。すげえ、なんか要塞にしちゃおうかな俺。ここに引き目た。まだ慣れてない人が多いから、地下の戻っていきます。
本当はね、板下に、置かない方がいいんですけどね、目立つから。ただこの極彩色のアドオンしてると30秒に1回開くんで、お板下の分かりやすいところに置いてるじゃねえかっつってね、解除するサバイバーがいて、あもうあそこが解除してるから安心安心バチンっていうことで、これ絶対ロッカーでしょ、足跡消えてるから、いや絶対ロッカーだよねこれ、仕掛けといていやここの、えこっちのロッカーなのかな、どうなんだろう、なんかいやもう一個のロッカーかこれ、もう一個にも仕掛けるか、いないよね、いやもう一個の方かな、調べてみるか、はいはい、入ってた入ってた、あということはあのもう一つの方にはからか、あれこれそうか、なるほどな、こっち側だけだったかロッカー、いやいやいや、もう一人入ってた、もう一人入ってたぞいや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 そんなことある二人ともロッカー入ってたのいやもう二つとも罠でも仕掛けときゃよかったな俺、とんでもねえな、あまりの恐ろしさに6階に入ったみたいだね、笑ったな今のいやトラッパーね、ほんとねこういうことあるからおもろいよね、うん、ゴールドスキンだとこの武器のとこちゃんとなんかゴールドに光ってていい、さあそんなわけで無事全滅となりました。PC 版の方ではね、進撃の巨人コラボが、来ていますので、そちらも、動画はね続々上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの方もねよかったらグッドボタンなどしていただけると嬉しいです。はい、それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。